牛をからかう男原民喜その少女はバカなのか善良なのかとにかく調子外れの女だったそれにその喫茶店の制度がいちいち客のテーブルのそばを巡回させて「いらっしゃいませ」 「こんにちはまことにけっこうなおてんきでございます」とごきげんうかがいをやらせるのだからすこしかわっていただれだってこんなところへほんきでくるはずはないと安永はおもったそのかれだっていいとしをしてなにがおもしろくてこんなばしょにくるのか かからなかったが3日その少女を見ないとなんだか物足りないし気になるほど安永はよくそこへ行ったその日安永は月給をもらってくつろいだ軽い気持ちでそこのドアをおした。 いらっしゃいませ、こんにちは、まことにけっこうなお天気でございます。少女は、もんきり型のあいさつを、とりすました態度で、無表情に述べた。へへへへ。安永はいつもならこらえているところを、最初から吹き出した。が、 少女はそんなことで気持ちを損ねた様子は少しもなく、首をちょっと斜めにかしげながら、あの、何をお召し上がりになりますかとしずしずと伺うのだ。さようでございますな。えー、っと、あ、そうだ。ヨーヨーは、 ない「かねかしこまりました伺ってまいりますしばらくお待ちください」「少女の去ったあとで安永は思わず下を出した」「いくら何でもいつもながらあまりにひどい」「一体この女は正気なのか」 間抜けなのかせちがらい都会の真ん中でこれはあまりに悠長すぎはしまいかもっとももしかすると相手はこいつを売り物にしているのかもしれないがそうだとするとちょっと薄気味が悪い安永は これまで自分の接した数々の女と彼女とを比較してみたが、比較にならぬほどその少女はまだ幼かった。あの、おあいにくさま、ようようはございません。そいつは残念だなあ安永は、 もう一度彼女をからかってやろうかと思ったが少し気の毒になった「だったら紅茶でもくれたまえ」「間もなく紅茶が運ばれてくるとどうぞごゆっくり」と少女はお辞儀して安永のそばを離れた」 彼はおもむろに紅茶をすすりながら、今度少女がそばにやってきたら、なんと言ってからかおうかと考えた。今日はとても陽気で爽快な気分だから、もし仮に安永がこの少女に熱烈な恋を打ち明けたとしても、あまり不自然ではなかろう。 安永は自分がもっともっと若くて学生か何かだったらと思った彼はタバコをスパスパ吸いながらレコードを聞いていたそのうちに少女はまた彼のそばにやってきた おもしろいことはないかねきみ。さようでございますね。なにがよろしゅうございましょう。しょうじょはまじめそうにじっとかんがえだした。なんだっておもしろけりゃいいよ。ひとつとびきりおもしろいものをみせてくれたまえ。 すると少女は急に思い当たったように懐に手を入れた何を出すのかと思うとそれは一通の手紙だった「見ても構わないねどうぞごらん遊ばせ」彼は 余ったるい便せんにならべられたインクのあとに目を走らせたそれはつまりごくありふれたラブレターであった何のつもりでこんなものを見せるのだろう安永は軽いおどろきとともに少女を見上げたふ、うん どうもありがとう、と彼は手紙を返したがもうこの少女をからかう気にはなれなかったやがて彼はそこを出ると止めどもなく町を歩き回った訳のわからぬ寂しさが安永にはあった 自分は少し彼女に嫉妬しているようにも思えた。がそんなバカなはずはないと打ち消すのであった。こういう時の癖として彼は屋台で電気ブランを飲んだ。すると彼はにわかにまた活気づいてきた。 彼は電車を降りると砂利道の上をよろよろと歩いた後から声車を引いた牛がやってきた彼は急にその柔和な牛に対して特に親愛の情を覚えた「いやあ牛よ牛よ牛太郎君。 彼は女の顎の下をくすぐるようなつもりで牛の顎をさすった。牛は一向に手応えもなくじっとしていた。死んだ俺の女房だったら今にきっと怒り出すのだがなあと彼はいよいよ調子づいて。 牛の耳のあたりをなでた「気取るなよおいはははこんちくしょう」とつぜん安永は身を退こうとしたがすでにおそかったかれは牛の怒りの角にふれてそのまま 路上に悲鳴を掲げた。